皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。ついにやってきてしまいました。先日販売されたばかりの話題のアップルウォッチ、こちらですね。ダーン。箱がすごいシンプルなので分かりにくいですけど、真ん中にアップルウォッチと書いてます。ちょっと思い切りましたね。私もまさか時計に手を出すとは思っていなくて、いやー、アップルにいろいろとね、なんか卒業証書みたいな感じですね、こうやって。あ、普段私は時計つけない人なので、これをつけることによって生活がどのくらい変わるのか楽しみですね。とりあえず開けてみます。ここにシリーズ1と書いてありますが、なぜ私がシリーズ2にしなかったかと言いますと、 Apple Pay、 そして防水機能、そこまで求めてないんですね。少しでも低価格帯で使えそうなシリーズ1をチョイスしました。色はローズゴールドのスポーツタイプです。このペリペリを引っ張るとこのように開きますね。すぐに本体がお出迎えではなくて、ここを開けたら何、対面なんですよね。さっと、おお、すごい。本体行くまでちょっとじらしちゃいますけど、このように取説がまず入ってて、スルスルスルと、この辺は紹介するまでもないですね。おなじみのこのスタートガイドみたいなやつです。紙の中身はバンドの予備が入ってますね、スペア。そして充電器ですね。なんだか質がいい。お、結構重厚感がありますね。ビニールを外して、おー、これは少し重厚感がありますね。裏側はこのようになってますね。本当にファーストインプレッションなので、開封してちょっと外観などを見るくらいにしておきます。おー、おー、いいですね。このバンドとこのローズゴールドのケースの組み合わせ、いいと思います。電源をつけると、このように出てきました。リンゴのマークが、時間が表示されていて、ここのボタンを押すと、ホームになりますね。丸ボタンがホームボタンの役割をしてます。ここに映っているアプリが、アップルウォッチに入っているすべてのアプリ一覧でございます。ここの横にある長細いボタンを押すと、お気に入りのアプリだけのショートカットのドックが表示されます。これはすごい便利です。さっき言ったホームボタンはくるくるとダイヤルにもなっているので、このようにスクロールにも使えます。アップルウォッチは一つのおしゃれアイテムでもあると思うので、裏側にこのように2つボタンがあります。それを押しながらベルトをスライドさせると、他のベルトに着せ替えすることができます。 Apple Watch の詳しい設定は、 iPhone の中にある純正のウォッチアプリというものがあるので、これを押していろいろと詳しい詳細な設定をしていきます。いろいろ機能がありますね。早速ちょっとつけてみようと思うんですけど、まだ私ちょっと詳しい機能とか全然わからないので、もう少ししばらく使って後日この詳しい使用感とかの感想を話せればいいなって思ってます。つけるとこのようになりますね。いいですね。 42mm でいいと思った。やっぱ通知するためにこうつけているという部分があるので、 38mm よりかは42のがいいのかなって思ってます。店員の方も、男女兼用って言ってたので、全然いいと思いますよ。女性の方でも 42mm つけてる人結構多いっていう話を聞いたので、まあ、私はこうやって通知時計として使っていけたらいいかなって思ってます。これすごいんですよ。自分の方に向けた瞬間に画面が点灯しますね。あ、腕が疲れた。ネイビーのバンドはデフォルトでこの形で売られているものなので、例えばここをラベンダー色のベルトにしたいっていうのであれば、アップルストアとかに行って着せ替えのバンドを買ってお楽しみする。うん。
使用感のレポートはもう少しこれ使ってから後日動画に上げたいと思いますので、そちらもぜひ見てください。この青木かなおの YouTube チャンネル、これからも見たいという方は画面の下にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そして普段の日常は Twitter にてつぶやいております。更新情報などもいろいろ書いていますので、ぜひ画面の下のリンクから飛んでみてください。長くなりましたが、本日も最後まで見ていただけてとっても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。